横浜スタジアムです。日本対レスト、この試合の模様をお送りいたします。日本の先発は右の田中、レストの先発は右の則本、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の田中、マウンドに上がりました。期待しましょう。注目の投球です。まずは1回の表、先頭バッターは坂本。第9球投げました。スプリットはボール。第2球投げた。直球見送ってストライク。第3球を投げた。3球目空振り。第4球は打った、センターへのフライだ。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには柳田。柳田背番号9。第9投げた。ボール。投げた。打ちました。これはセカンド真正面。菊池ボールを取る。一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番浅村。浅村背番号3。第9投げた。ボール。投球これから2球目。ボール。アウトコース低め。第3球を投げました。ストレート見送ってストライク。第4球を投げました。打ちました。菊池掴んだ。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。田中、無難な立ち上がりです。右の則本、マウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。1回の裏、日本攻撃に入ります。トップバッターは柳田。第9投げました。見送ってボール。第2球投げました。2球目ストライク。第3球打ちました。1、2塁間のゴロ。1塁へ送る。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番坂本。第9投げました。ボール。さあ、次の投球投げた。ストライク。第3球を投げた。アウトローを見送ってストライク。追い込んで第4球を投げた。スライダーボール。第5球投げた。会心の当たり。アウト。坂本、いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでツーアウト、ランナーありません。第9初球空振り。キレのある変化球。初球空振りから投げた。打ちました。センター落下点。取って、これで3アウトチェンジ。則本、今日は無難な立ち上がりです。2回の表、ベスト攻撃に入ります。先頭バッターは鈴木。第9球アウトロー際どい球。ボール。第2球投げました。まっすぐ見送ってストライク。第3球を投げました。打ちました。いい当たり。ショートバウンド。セカンドから一塁送球。菊池、軽快な守備を見せました。バッターは5番吉田。吉田正尚背番号30。第9投げました。これは引っ掛けた。また内野ゴロ。山田ボールを掴んだ。一塁送球
田中取ってアウト。右バッターボックスは6番山川。背番号3。第9決まった、ストライク。第2球投げました、ボール。第3球は外角高めいっぱい、ストライク。投球これから4球目、スラブ、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました田中。最後はスイングアウトの三振で仕留めました。2回の表が終わって0対4、2回の裏日本攻撃に入ります。トップバッターは村上。背番号55。第9投げました、1球目ストレート空振り。第2球投げた、ストライク。少し迷ったか。第3球は打った、浅村取った、一塁送球アウト。村上いい当たりでしたがセカンド正面、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番鈴木。背番号51。第9投げた、初球決まってストライク。まずは見送りました。1球目ストライクから投げた、ストレートはストライク。第3球を投げて打った、いい当たりだ、センター方向に持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは6番吉田。吉田正尚、背番号34。第9初球フォークボール空振り。第2球投げた、引っ張った、取りました。これで3アウト。先ほどのプレーです。最後はいい守りを見せてくれました。3回の表ベスト攻撃に入ります。この回の先頭バッターは岡本。第9ストライク。第2球投げました、打った、ライト前に出る、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番島。背番号45。第9ボール。第2球投げました、スプリットはボール。第3球を投げました、スプリット見送ってストライク。次が4球目投げました、空振り、タイミング合いません。さあ5球は5球目投げました、インハイ、空振り三振。バッターは DH のデスパイレ。背番号54。第9投げた、初球を打った、ライト前ヒット、クリーンヒットです。デスパイネ、ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。投げた、変化球はアウトローへ、ボール。第2球投げた、低めギリギリいっぱい、ストライク。第3球を投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、打った、レフト前ヒット、坂本いいバッティングを見せました。日本先制のピンチを迎えます。投げました、ボール。第3球3球目ストライク。第4球を投げました、打った、これはいい当たりだ、入れば先制だ、伸びた、伸び、センター見送った、ホームラン、スリーランホームラン。白球は無情にもスタンドへ、ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。今の先制の場面リプレイでご覧ください。
バッターは3番浅村。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第9球投げました。初球空振り。第2球投げました。打ちました。これはピッチャー正面、アウト。スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって3対0、日本先制点を奪われています。3回の裏、3点を追いかけます。日本攻撃に入ります。先頭バッターは山田。第9投げました。あっと引っ掛けた、ファール。第2球投げた、決まってストライク。第3球はボール。さあ4球目、アウトロー。直球は外れてボール。第5球投げた、ボール。第6球を投げた、打ちました。レフト落下点。吉田取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番甲斐。第9投げた、外れた、ボール。第2球投げた、スライダー空振り。タイミング合いません。投球は3球目投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました。ファールグラウンド、ボールをつかみました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番菊池。第9投げました。初球見送ってストライク。まずは見送りました。初球ストライクから第2球投げました。ストレートはボール。投球はこれから3球目、落ちるボールは空振り。ベスト、ここは引っ張りに警戒します。追い込んでから第4球を投げました。スライダー、空振り三振。最後は空振り三振に倒れました。序盤終了しまして3対0です。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは鈴木。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、高速スライダー、見送ってストライク。第2球投げた、スプリットはボール、低め。第3球を投げた、3球目ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んで投げた、危ない球。さあ投球は5球目投げた、アウトコースいっぱい、見逃し三振。第9球スプリットはストライク。まずは決めてきました。第2球投げました、打った。菊池ボールを取る。セカンドから一塁送球、アウト。吉田、いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これで2アウト、ランナーありません。第9投げました、アウトコース高め、ストライク。1球目空振りから投げました、決まった、ストライク。これで追い込みました。追い込んでから投げました、アウトコース低め、ボール。第4球を投げました、変化球、空振り三振。田中、最後は空振り三振で打ち取りました。4回の表が終わって3対0です。日本、この回1番からの好打順になります。先頭バッターは柳田。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。1球目ストライクから投げた、ボール。投球は3球目投げた、ボール低め。第4球はこれはいい当たりだ、いった、一直線場外への
スをベンチも祝福。さあリプレイです。バッターは2番坂本。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9球ストレートで決まってストライク。いきなり152キロ。第2球投げた。ストレートはストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた。打ちました。セカンド正面、一塁へ送る。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者浅村。第1打席はセンターフライに倒れています。ボール。まずは低め。第2球変化球ストライク。アウトローへ。少し迷ったか。第3球を投げた。打ちました。フラフラッと上がった。坂本余裕があります。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番村上。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9球ボール。投げました。ボール。内角高め。投げました。直球ストライク。第4球を投げました。打った。打球はショート後方、取ってアウト。スリーアウトチェンジ。4回までが終了しまして3対1、日本この回1点を返しました。5回の表ベスト攻撃に入ります。先頭バッターは岡本。第1打席はライトフライに倒れています。投げました。見送ってボール。投球これから2球目。打ちました。セカンドゴロ正面、一塁送球。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番島。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げました。決まった。ストライク。まずは入れてきました。第2球投げた。空振り。これで追い込みました。第3球を投げた。スラーブはボール。外角へ。第4球を投げた。打ちました。あっと引っ掛けた。これは内野へのフライだ。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH のデスパイネ。第9球見送ってストライク。第2球投げた。2球目空振り。追い込んで投げた。打った。流し打ち。ファールボール。第4球を投げました。空振り三振。田中、最後は空振り三振で仕留めました。5回の表が終わって3対1です。5回の裏、2点を追いかけます。日本攻撃に入ります。トップバッターは鈴木。第1打席はセンターフライに倒れています。第2球投げました。打った。痛烈な当たり。ヒット。鈴木ナイスバッティングです。バッターは6番吉田。最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。第2球投げました。打った。引っ張った。一塁線切れてファール。第3球を投げました。ボール。次は4球目。投げました。インコース引っ張った。一塁線いい当たりですが右に切れていきます。一塁へ牽制球を送ります。第5球投げた。低め。空振り三振。右バッターボックスは7番山田。第1打席はレフトフライに倒れています。第9球初球はストライク。まずは見送りました。初球ストライクから見送ってボール。第3球を投げた。危ない球。第4球を投げた。打った。ファールボール。第5球投げた。
落ちる球見逃し三振。バッターは8番甲斐。第1打席はファールフライに倒れています。初球スライダー空振り、タイミング合いません。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク。次は4球目投げました、152キロ直球、空振り三振。3者連続三振になりました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。則本、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターは坂本、投げました、アウトロー際どい球、ボール。第2球投げました、ストライク。投球は3球目、投げました、インコース高め空振り。第4球を投げた、外へ逃げるスライダー、空振り三振。2者連続三振。第9投げた、インコース外れてボール。第2球、2球目ストライク。第3球を投げた、ストライク。追い込んでから第4球を投げた、空振り三振。3者連続三振。リプレイをご覧ください。バッターは3番浅村、今日はセカンドゴロとピッチャーゴロ。第9球、初球決まってストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、空振り、これで追い込みました。追い込んで投げました、ストライク、空振り三振。最後はキレのある変化球、先ほどのプレーです。田中、最後はスイングアウトの三振で仕留めました。6回の表が終わって3対1です。日本、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番菊池、今日の第1打席はスイングアウト、投げました、初球見送ってストライク、まずは見送りました。投球これから2球目、危ない球。第3球を投げました、ボール。ベスト、ここで引っ張りに警戒した守備位置で変更です。第4球を投げました、打ちました、鈍いゴロ。岡本掴んだ、一塁送球、判定はセーフ、記録はヒットになりました。打順をトップに返って柳田、第9、危ない球。第2球、外角高め見送ってストライク。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げました、打ちました、右中間へのフライですが掴みました、ボールは中継、ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ、インサイド決まってストライク、まずは見送りました。第2球、一塁ランナー出た、キャッチャー二塁へ送球、盗塁成功。日本、大事な場面で盗塁を決めました。さあリプレイです。第3球を投げた、1球外してボール。次が4球目、投げた、空振り三振。バッターは指名打者浅村、今日はセンターフライとショートフライ。第1球投げた、初球はストライク、まずは見送りました。第2球投げた、打ちました。投球は3球目、投げた、1つ外したボール。第4球を投げました、あーっと入れば同点だ、いった、入った入った、ホームラン、同点ツーランホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ、スライダーを完璧に捉えました。さあチームメイトからも祝福を受けます。さあ先ほどの同点の場面です。
左バッターボックスは4番村上、今日はセカンドゴロとショートフライ。第9球ボール。第2球投げました、ボール。投球はこれから3球目。3球目ストライク。第4球を投げました、打ちました、センター前進、センターフライ、飛距離は掴んで、これで3アウトになります。中盤まで終了しまして3対3、日本この回2点返して同点としています。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは鈴木、今日はセカンドゴロと三振。投げました、内角、スプリット外れてボール。第2球高速スライダーはストライク。投球は3球目投げました、低めストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、打ちました、いい当たり、ライトへ飛んだ、ヒットになります。鈴木、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。左バッターボックスは吉田、今日はファーストゴロとセカンドゴロ。見送ってストライク、いきなり152キロ。第2球投げた、ストレートはボール、外角低め。第3球を投げた、3球目ストライク。さあ4球目打った、坂本ボールを掴んだ、2塁フォースアウト、アウト、ダブルプレー。バッターは6番山川、ここまで2打席連続三振。第9球投げた、見送ってストライク。1球目ストライクから投げた、スラーブはボール。第3球を投げた、高速スライダーボール。投げました、打った、左中間のフライ、レフト前に出る、取って、これで3アウトチェンジ。7回の表が終わって3対3、同点です。7回の裏、日本ラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは鈴木。第9球外のボール、引っ掛けた、サード右横のフライになりました。岡本落下点に入った、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番吉田、今日はファーストライナーと三振。第9球投げました、初球空振り。第2球打ちました、ファール。第3球を投げました、打ちました。第4球を投げました、外角低め、空振り三振。最後は149キロストレート。バッターは7番山田、今日はレフトフライと三振。第9球投げました、初球決まってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、インコース低めボール。第3球は打った、いい当たりだ、右中間へ持っていきましたが取りました、これで3アウト。日本結局この回3人で攻撃が終わっています。7回の裏が終わりまして3対3です。田中降板、マウンド上は平、今日2番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。8回の表ベスト攻撃に入ります。この回のトップバッターは岡本、今日はライトフライト、打ちました、引っ掛けた、フラフラっと上がった、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。代打は佐野。第9球投げた、見送ってストライク、いきなり158キロ。第2球投げた、打ちました、レフトへ行った、ヒット、佐野ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ベスト代走を送ります。シュート一塁に入りました。バッターは DH のデスパイネ。
第9、一塁ランナーを走った、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。リプレイをご覧ください。日本外野は浅めの守備を取ります。打った、一、二塁間へ、菊池取った、一塁をくる、アウト。日本なおもピンチが続きます。さあ、いよいよ試合の流れが変わりそうな場面。インコース高め、カットボール外れてボール。第2球投げた、リーハイ、空振り、伸びのあるストレート。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、センターバック、フェンス直撃。日本ここで勝ち越しを許します。4対3、坂本タイムリーツーベース。日本なおもピンチが続きます。ベストやりました。これで勢いがつきそうです。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。ランナー1人を置いて迎えるバッターは柳田、今日3打点を挙げています。打ちました、あっと引っ掛けた、1、2塁間への当たり、タイ取ってアウト、3アウトチェンジ。8回の表が終わって4対3、日本1点をリードされています。則本降板、マウンド上ピッチャーは牧田、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。8回の裏、1点を追いかけます。日本攻撃に入ります。トップバッターは甲斐、今日はファウルフライと三振。第2球打ちました。第3球を投げました、打ちました、レフトへ飛んだ、これはヒットになります。甲斐、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。バッターは9番菊池。第9、初球バント、ボールはキャッチャーの前、取った、一塁送球、一塁アウト、これはアウトです。日本ダイソー投入です。源田二塁に入りました。バッターはトップに帰って柳田、大きな声援が届いています。初球空振り。第2球打ちました、いい当たり、ランナー二塁に戻ります。取りました、これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第9投げました、外れた、ボール。投球これから2球目、ストライク、タイミング合いません。振り返って二塁牽制球。第3球を投げました、打ちました、ファールボール。第4球を投げました、打った。第5球投げました、高速シンカーはボール。二塁牽制、二塁タッチセーフ。第6球を投げた、打った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。日本得点圏にランナーを送りましたが、同点には至りませんでした。8回の裏が終わりまして4対3です。平降板、右の山崎、最終回1点ビハインドの場面でマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9投げた、決まってストライク。投球これから2球目、内角低め、ツーシームは外れてボール。投球は3球目、投げた、きた、左中間大きいぞ、さらに伸びる、伸びていった、場外ホームラン、ソロホームラン、卓球アルジョーにも場外へ、ストレートを完璧に捉えられました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。さあ、リプレイです。バッターは4番鈴木、今日4度目のバッターボックス。第9、危ない球。さあ、次の投球、投げた、ストライク。第3球を投げた、ボール、インローへ。第4球を投げました、低め、ボール。第5球投げました、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第6球を
投げました。外れました。フォアボールです。フルカウントから結局フォアボールです。第9初球空振り、いきなり150キロ。第2球投げました。流し打ち、どうだ、アウト。ワンアウトランナー二塁に変わります。今日2三振の山川、山崎、ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。第9これは引っ掛けた、ショート前方のフライになりました。掴みました。これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。ここで申告敬遠を選択。バッターは一塁に向かいます。勝負を避けました。バッターは先ほどから途中出場している甲斐、今日初めてのバッターボックス。第9インコース外れてボール。第2球投げました。直球空振り、少し迷ったか。第3球を投げた、ツーシームはボール、低め。第4球を投げた、打ちました。掴んで、これで3アウトになります。9回の表が終わって5対3、ベスト、得点差はわずかに2点です。牧田降板、そしてマウンド上はクローザーモイネロ。最終回2点差でマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9投げた、初球に送ってストライク。第2球投げた、直球に送ってストライク。早くも追い込まれています。第3球は見送ってボール。次は4球目、投げた、打ちました。スタンドに入りました、ファール。第5球投げました、打った、セカンド前方のフライになりました。浅村余裕があります。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番村上、これが4度目のバッターボックス。第9投げました、アウトロー際どい球、ボール。第2球投げました、打った、これが強烈、いった、入った入った、ホームラン、ソロホームラン、右中間スタンドに突き刺さった、完璧に捉えました。日本この一発で勢いを増していきます。チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは5番鈴木。第9投げました、初球はストライク。初球ストライクから第2球ボール。第3球ストライク。第4球を投げました、アウトロー、空振り三振。最後は158キロストレート。バッターは6番吉田。日本最後のバッターになるのか。投球これから2球目、アウトコース高めいっぱい、ストライク。このまま簡単に終わるわけにはいきません。追い込んでから第3球を低め、ボール球打った、ファール。第4球を投げた、打ちました、ファールボール。第5球投げた、打った、岡本ボールを取る、一塁へ送る、アウト、ゲーム。日本1点差に届かず敗れました。ベスト5勝です。